皆さんこんにちは、松かなチャンネルの松本かな子です。今日も一日一曲見に来てくださりありがとうございます。今日チャレンジする曲は1983年の12月1日にリリースされました尾崎豊さんのデビュー曲15の夜にチャレンジしてみたいと思います。デビュー曲なんですね、15の夜が。ねえ、すごい。これね、全部本当は歌いたいんですけれども、この語りの部分がすごく難しくて、もう一番有名なサビの部分をドドンと魂込めて歌ってみたいと思います。それでは聴いてください。15の夜。盗んだバイクで走り出す行き先もわからぬまま暗い夜の帳の中へ覚えたてのタバコをふかし星空を見つめながら自由を求めて15の夜盗んだバイクで走り出す行き先もわからぬまま暗い夜の帳の中へ誰にも縛られたくないと逃げ込んだこの夜ありがとうございました。松かなチャンネル登録、そして高評価ボタンよろしくお願いします。いやーすごいね。ね、尾崎豊さん生きてたらね、今60代かな、すごくいい曲歌ってたんだろうなってね、あの先を見たかったなっていう感じなんですけれどもね、でもこの歌からその思いがね伝わってくるなって、やっぱ秋になると聴きたくなりますよね、この15の夜ってね、なんかね満月の月を見た夜には走り出したくなるみたいなね。でも最近暴走族ってあんまね、なんか昔は結構聴いてたけどね、今だったらこれ発売中止でしょうね、盗んだバイクで走り出しちゃダメでしょうみたいなね。でも昔は本当やんちゃな人がね多かったな、逆になんか今みんなねえなんか真面目というか、ね、なんかいろんな規則とか規律で縛られちゃっていて逆に心配してしまうね、今日この頃な感じですけれどもね。だってもう本当にいい加減ね、もうマスクは外してあげたいなっていう思いがねやっぱり私はありますけれどもね、みんなちゃんとねマスクをつけて偉いな、ね、コロナに負けない頑張りましょう。明日も元気に松かなチャンネルにお待ちしております。それではまた明日、またね。